木崎村小作葬儀は新潟県北蒲原郡木崎村を中心とする地域で起こった小作葬儀で日本の三大小作葬儀の一つとして知られまた大番元葬儀和田村葬儀とともに新潟県の三大小作葬儀の一つに数えられる新潟県は県内で産出される米の品質を向上させ市場での評価を高めるため1907年より 一室米に対する検査を実施し、1916年には生産米検査規則を制定した。この制度は、米の販売価格を向上させるため、地主にとってはメリットがあったが、検査のために必要な負担は生産者である尾崎実にのしかかっていた。1922年、県は生産米検査規則を改正し、3枚検査をさらに強化した。 これにより負担が増加した尾崎みのりの不満は高まった。そのため北貫原軍を中心に勢力を拡大していた菅井海天率いる農村革新会は収める米一票につき三賞の米を負担増の保証として地主たちに要求した。地主たちがこの要求を拒否すると尾崎みのりたちは退去して地主宅に押しかけ要求を飲むように迫った。これが 三省米事件で、木崎村をはじめ県内における、小作葬儀増加のきっかけとなる事件であった。木崎村小作葬儀は、菅井回転の影響を受けた、尾崎実たちが1922年11月に、村内の笠流横井領部落で小作組合を結成し、一時負けをはじめとする地主に対して、小作料を2割減免するよう要求したことに、始まる。当初、 地主たちは、この要求を拒否し、小作組合の切り崩しを図った。これに対し、組合側は、新組合長、河瀬新三の下で、要求貫徹のための取り組みを進めた。そして、大技の区長選挙にも候補者を立て、政府区長を小作側で占めるに至った。形勢が逆転する中で地主側は、小作側の要求を認めるようになる。しかし、 隣の濁川村に今日構え、新潟県事主協会の会長でもあった、真じ圭敬二郎だけは、小作側の要求を突っぱね、小作料請求訴訟を起こした。これに対して、笠流・横井小作組合は、弁護士、井井誠一とも相談して、対応を検討し、日本農民組合に加盟して、対抗姿勢を示した。そして、1923年11月には、 村内の他部落で結成された小作組合と共に木崎村農民組合連合会を結成した。片山明ららも出席した創立大会で連合会は小作料の納め方の改善とその要求実現までの小作料援能を決議し関係する地主たちに要求書を提出した。組合の勢力拡大を目の当たりにして大部分の地主たちはこの要求を承認したが マジマラ強硬派の地主はこれを拒否した。そして、1924年3月に、小作量未納を理由として、小崎みのりの高知立ち入り禁止の仮処分を裁判所に請求した。裁判所はこれを認め、仮処分が執行された。連合会の川瀬らは上京して、日農へ支援を要請するとともに、記者会見を行った。葬儀は、全国市で報道され、 注目を集めることとなった。日能は、三宅昭一、浅沼稲次郎、稲村隆一らの活動家を送り込んだ。また、仮処分執行の最終日に滑覆を図る者が出るなど情勢が緊迫したため、裁判所は和解を勧告、地主、小作間で和解が成立した。和解に不服であった、マジマラ6人の地主は、1924年5月に、 再び訴訟を起こし、小作料請求、工作禁止、土地返還を求めて法廷で争う構えを示した。また、地主側は組合に属さない小崎実りを協調的な進む農会に組織化しようと図った。この訴訟について、新潟地方裁判所柴田支部は、1926年4月に地主側勝訴の判決を下した。直ちに小作側は、 東京高想院に控訴したが、地主側は、高知20丁分余りを立ち入り禁止とする仮処分を強制執行する、要裁判所に申請した。5月5日の鳥屋部区における執行の際には、組合員と警官隊が衝突し、組合幹部が多数検測された。検測された、尾崎実のの中には、稲木に縛り付けられたものもあった。この、鳥屋裏事件は、 日農指導の下で工作権の確立を目指す小作と、それを強制的に剥奪、弾圧しようとする地主との対立を決定的なものとした。5月17日夜、組合幹部は葬儀のための行動計画を決めた。そこには、行政体の結成、婦人部の設置と並んで、村立尋常小学校に通学する組合委員の指定が無期限で、同盟休校をすることが掲げられた。 直ちに結成された、婦人部の行商隊は、マジマの似顔絵をパンに焼き付けた、マジマパンや組合マッチなどを売り歩きながら、小作側の主張をアピールした。さらに組合は、児童同盟休校並びに新農民小学校、建設に対する、声明書を発表し、村長や小学校の支給的な姿勢を批判、村内各所に教場を開いて、授業を開始した。また、木村武氏 大谷総一、藤田つまらが課外授業を行った。6月15日には、無産農民学校協会が発会し、香川とよひこが会長となった。そして、遠藤真が設計したライト式の校舎の建築は、急ピッチで進められ、7月25日に上等、9月1日には、開校式が行われた。しかし、高教育維持の立場から、政府、 検討局は強行的な方針を崩さなかった。そのため、9月8日に和解が成立し、無産農民学校は解散、同盟休校は終結した。農民学校の校舎は補修教育機関としての、新潟高等農民学校として存続したが、青年訓練所の会所や組合組織の分裂で、経営難に陥り、1928年に閉校。 1936年に解体された。1926年7月25日、無産農民学校の上等式を終えた、組合員たちは、午後6時から、松ヶ崎浜村で開催される、講演会に参加するため行進を始めた。一行が二折川村の旧平教付近に差し掛かった、突起、警戒中の警官隊と衝突し、三宅正一ら組合幹部が検挙された。この、 旧平教事件によって有力な指導者を失った組合側は路線対立などで分裂していった。長らく続いた法廷闘争も1930年7月29日に東京高祖院において小作人が未納小作料の全額を召喚するということで和解が成立した。結果として葬儀は小作側の敗北に終わった。しかしこの地域では 実質的に、小作量が低下し、地主に対する、尾崎実のの意識も以前のように卑屈なものではなくなっていったという。また、その後の裁判においては、小作人に有利な判決が多く見られるようになった。また、この葬儀が基本的には、テロのような展開を見せなかったこと、単なる小作量減免要求にとどまらず、政治的な待遇改善や人権回復、また、 無産農民学校に見られるような文化運動など、多様な性格を持っていたことも特徴的である。猪木武則も、木崎の葬儀がなかったら、マッカーサーの農地改革もなかったと言われるほど、この葬儀の歴史的、社会的意義は大きいと言われるのには十分な理由があったと指摘している。新潟式宅郷土博物館には、この葬儀に関連する資料が所蔵され、 死死定文化財となっている。また、その文館で、無産農民学校跡地の近くにある、横井の丘ふるさと資料館には、この葬儀についての展示コーナーがある。小説家の柴良太郎は、気候文集、街道を行くシリーズの、片の道で、亀田号など、新潟平野の各地を取材しているが、その際に、豊坂市を訪れ、葬儀中に、私どもはた人間、 そして任命てほしいだけだと訴えた池田徳三郎ら古作葬儀関係者にも面会している大阪毎日新聞社編毎日年間賞は3年大阪毎日新聞社1927年10月502ページ協調会農村化編第3古作葬儀の教育上に及ぼしたる影響小作葬儀地における農村事情の変化協調会 1928年11月10から15ページ。北区郷土博物館新潟市北区。新潟市北区役所。2018年3月18日閲覧。ありがとうございます。